こんにちは、こんばんは、中間よしおです。今回は僕がレフティギターに切り替えるときに練習課題として使っていたリフをね、紹介していきたいと思います。ちょっと前にね、エアロスミスのママキンって曲をね、こうやって解説入れたと思うんですけど、今回はエアロスミスやっていきたいと思います。エアロスミスのスイートエモーションってね、リフをやっていきたいと思います。まあリフと、サビのパートかな、まあ、続いてるのでそこも一緒にやっていきたいと思います。結構かき鳴らし系のね、リフなので弾いてて気持ちいいかと思うのでコピーしたことない方はぜひ一緒にやっていきましょう。タブ譜も出していくのでぜひ一緒にやってみてください。ではエアロスミスのスイートエモーションやっていきましょう。まずは A のパワーコード、こういうのね、5弦0、4弦2、3弦2フレットですね。まあ A コードで覚えてる人はこの A コードの2弦がないバージョンにで覚えてください。で、フレーズ、まあ、リフを弾く都合上この押さえ方と弾けないので人差し指1本で、4弦と3弦押さえるにして、はい、こうやって弾けるようにしてください。で、ちゃんと親指でね6弦をミュートしとかないと当たった時にワーワーやるので、ここはちゃんとミュートしててください。で、ここでタンタンツタンタって弾いていきます。16分のノリなのでツク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 ワンエンツーエンって、この左手、皆さんの右かな、右手の振りタッカタッカタッカの振りでいきます。この中でタンタン、まずね、一拍目がタンタンで、一個休んでツタアタツタアタツタアタ続けるとタンタンツタアタタンタンツタアタ、なんダウンダウンで空振りがあってアップアップになるかな。タンタンツタアタで止めるときはこれパタッとミュートするだけだと止まらないから、こっちでちゃんと両方ね駆使してあげてですね、ダン止めてツッタッタ。で、これオルテネートで振っているのにどうやって、ピッキングの手で止めるのかって質問結構いただくんですけど、これ空振りするとき、まあ、ダウンピッキングのときにミュートするので、ダウンと同時にパッとこう手を落とす、落として止める、落として止める。で、この落としたところがオルテネートピッキングの給付の空振りにはまるってことですね。ダンダンンダンダンン、で、それをプラスこっちもうんと同時にピッキング入れると確実に止まります。はい、こんな感じで止めてあげてください。で、ダンダンスタータ、まあ、したらここはちょっと単音ですね。はい、こんなの入ります。5弦3フレットプリングで、6弦3フレット、なんでこの形で押さえれば中指空いてるはずなので、この形保ったままいってあげてください。タラダン、で次にもう一回 A に戻ってくる、で最後にダーダー弾いた後にもう一回6弦3フレット、タタタンタンタンですね、タンタンツタタタタタンタンタンっていう風になるのが1小節目です。次、2つ目のコードが出てきます。2つ目出てくるのがこれ、4弦0フレットで、2弦の2フレット、足で3弦2フレットですね。で、1、2弦の3フレット、4弦から順番に0、2、3、まあ、この、ね、よくして D コードね、1弦まで加えると D コードですね。この D コードの1弦中指がないバージョンですね。パワーコード、これもパワーコードですね。 D のパワーコードです。4弦ルートのパワーコードともね言えますね。
はい、D のパワーコード。で、この D のパワーコードを1回だけジャッと弾いた後に、またすぐ A に戻る。2小節部分なので、この部分ですね。チャーランところ。チャーって出してあげて、A に戻る。で、あと、ふわり、指の動きは動きです。動きですじゃなくて、動きは一緒です。さっきの小節と一緒ですね。頭1個コードが変わるだけだと思ってください。一緒ですね。さっきは、この A のパワーコードのまま、行きましたね。これが最初の1個だけ D に変わって、で、変わるだけ。で、次は、もう、この D に変わる方の、2小節目の方ですね。2小節目の方をずっと繰り返していくって感じですね。はい、こんな感じになってます。いや、せっかくはね、サビの部分も言っておきましょうか。サビの部分こんなん入ってますね。はい、この部分やっていきましょう。5弦5フレットから3フレットにかけてプリング、で5フレット、6弦5フレット、ちょっとスライドダウンと入るかっこいいですね。タカタン、で次がタタンタタタンタタンタン、なんでリズムをまずブラッシングとか覚えるといいと思います。タタンタタタンタタンタン、これに合わせて移動していく。0から2行って、で次3フレット。で、4、5。で、同じフレードを3回弾いたら、最後だけ少しだけ変わりますね。はい、このです。ダン、ダン、ダン。タチチタチチタンですね。タタンタタンタタチチタチチタン。サビの一番最後だけこのパターンに変えてあげれば完成です。はい、今回はエアロスミスのスイートエモーション解説してみました。弾けましたか？弾けなかったっていう方はね、動画何度も見直していただいて、ぜひね、練習に使ってみてください。終わりにしましょう。僕はギターレッスンをね、愛知県安城市で今やってます。あと、ズームアプリを利用して、オンラインでも全国どこからでもレッスン受けることができます。あとは、オンラインサロンと SNS 各種やってます。この辺のリンクは、下の詳細欄にリンク貼ってありますので、よかったら覗いてみてください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。